先ほど午前0時にカムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。ついに始まったか。ああ、須藤です。ええ、残念ですが、倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。分かりました。では、私の方も手配します。ええ。あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい。では。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
冗談か。いらっしゃいませ。ございました。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。喧嘩売ったんだな、おっさん。時間食っちまった。
はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。俺に何か文句あるんか。さあ暴れるで。腹立つ顔しやがって。時間食っちまった。
しばらく寝てろ。なんという味だ。いや、はあ？おい。え？
刑事さん、わしは片木を脅かすようなことはしまへんで。なんかの間違いとちゃいますか？立派な恐喝罪や。ほんま勝手なことばっかり抜かし。警視庁の四課長からや。ヤクザの身辺保護とは。ダンス？桐生一馬の命を守る、その名目さえあれば私が関東で捜査しても問題ないということですよね。では総動員体制も取れます。寝室やな。じゃあ私に。昨日蒼天堀であった。本当お待ちしており。
桐生四代目の噂は金がねえ。ご丁寧な挨拶、痛み入ります。島です。本部長をやった寺田の後任となります。五代目とは兄弟分でした。この度は残念でした。次に。ちょっと待った。おい、そこのあんた、今何て言った？
お前らがやったんだろうが。寺田を殺したのは確かに近江の系列で。な、そんな言い逃れが通用するか。いや、騒ぐなや兄ちゃん。ああ。ええか、こういう会合には格っち。兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。ええ、当時四代目藩。やめろ戦国、失礼だろ。すみません。ではほんまに申し訳ない。上座からですがお詫び申し上げます。ちょっと待った、謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。組織裏切った人間、夜行が二王が。戦国、臭い芝居はやめろ。あんたら全員英語出さんよ。あんた一年寺田の背後で政治家の神宮とつるんで東条会乗っ取ろうとしたじゃねえか。あれは私や執行部の仕業ではありまへん。私の方から説明いたします。実は一年前の神宮と主従ご存知でしたか。彼は親父親の心こしらずとはこのことで、執行したのも合流会と思います。ではおそらくは。アホらしい。やっと上げてくださいや。10億でも20さん、これが近江連合の120、構成員35,000、巨大になりすぎて この高島は和光で器量もある。寺田もそうやったですがね。連中は言うことを聞かへん。ゴーダさん、桐生さん、寺田を失うたんは東条近江関係なく痛いことや。今こ是非東条会を立て直してください。そのために近江連合の力が必要なら私は喜んで力になります。これは寺田から預かった書状です。あいつは合田会長との杯を願っていました。受けていただけますか。そうですか。ではすぐにでも
東条会五代目代行の堂島弥生をこちらに向かわせます。いやそうはいきまへん。今度はこちらから出向く番です。カムロ町ありがとうございます。覚えてられるか。邪魔やねん。ここどこだと思ってんだ。何言うて。
いや、さすがねんな。昨日よりも迫力。先だろうが。小田会長。分かった。意外にやるやないか。まあやろ。そないに死にたいんだ。Thank you.
素晴らしい味だ。うまい。ほっほー。
るな。東条も近江も関係ありません。やっぱあの男ただもんじゃねえ。会長連れて東条会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。今合田会長が東条会と杯を交わす方が先決だ。それにお前はじゃあここは俺の言う通りにしろ。俺が預かるこの杯に絶対に邪魔はさせねえ。まあいい、あんたを倒して奪い返しゃええだけの話やってみるか。ええ、ここがあん
ここがあんたの墓場や。あんたの墓場へ。ここがあんたの墓場や。
ここがあんたの墓場や。ここがあんたの墓場や。ここがあんたの墓場や。はっ。
ここがあんたの墓場や。ここがあんたの墓場や。See?
やるな。やるな。ここがあんたの墓場や。
ほっほう。ああ、なんという味だ。離せ。やるな。うれ。やるな。ここがあんたの墓場や。あんたの墓へ。
せい。ここがあんたの墓場や。
ここがあんたの墓場や。ここがあんたの墓場や。
ここがあんたの墓場や。Oh!